はい、ご紹介をいただいてもよろしいでしょうか。千川ふれあいサロンさん、どうぞよろしくお願いします。千川ふれあいサロンさんです。千川ふれあいサロンの竹本と申します。京王線の千川の駅前にですね、K2 スタジオというのがありまして、そこで、2ヶ月に1回ぐらいの、コンサートとかお笑いとかそういうものをやっております。で、縁側ファンドの女性を3回受けまして、今回ですね、来年の1月11日に千川劇場で、いろんなコンサートをやります。で、今お手元にですね、今日みんなで歌う、歌詞カードと、一面にプログラムがありますので、ぜひ、来年の1月11日、ふれあいコンサートにいらしていただければと思います。で、私ども、今、組んでるバンドがですね、ピアノとそれからバイオリンとフルートと、ギターで、皆さんで歌声サロンを開催しておりますので、今から皆さんで一緒に楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、素敵な演奏楽しみにしています。こちらでよろしくお願いいたします。はい、準備はもう大丈夫なのでしょうか。はい、ここでバレる。ちょっと準備の方にお時間がかかるのかなということで、じゃあまた少し会場のご紹介なんかさせてもらってもいいですか。ふれあいサロンさんの演奏です。皆さんどうぞ拍手をお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは、ふれあいサロンです。皆様のお手元に歌詞カードがあると思うんですが、それ最初から順番通りにご一緒に歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。最初は若者たちという曲です。では始めさせていただきます。なのになぜ
次の曲は夏の思い出ですね。皆さん楽しい夏をお過ごしになられましたか？海や山、その時のことをちょっと思い出さ出していただいて、ご一緒に夏の思い出です。よろしくお願いいたします。
と雰囲気を変えて沖縄の歌ですね。花、すべての人の心に花を、花という曲です。Thank you.
次は皆さんとご一緒に歌わせていただく最後の曲です。そろそろ波動ほぐっちゃうの。元気な曲ですよ。高原列車は行くです。ありがとうございました。素敵な曲でしたね。いやー